今回番組はテレビ史上初、先生への単独インタビューに成功。一体何を語ってくれるんでしょうか。よろしいでしょうか。はい、どうぞ。あ、この後いよいよご対面。肉声ですか今。すげえな。榎並大二郎と申します。本日はよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。うわ、うん、榎並アナ、もうどいてどいて、見えない。何をやってんだよすごい機械だろこれ。ごめんなさい、お顔を映すことはできないんですが、貴重な肉声と後ろ姿でお楽しみください。まず最初になんですけども、小田先生と、あ、私 なんとこうお呼びしてよろしいのか。先生以外でお願いします。先生以外、先生以外で、さん付けでもよろしいですか。はい、恐縮ですが、では小田さんと呼ばせていただきます、はい、よろしくお願いします、はい、そもそも論です。どうしてこのワンピースという作品を書こうと思ったんでしょうか。小さなバイキングビッケっていうアニメが昔あったんですね。それでそれが好きで、で、まあ、覚えてるシーンとしては、明日僕は父さんたちと航海に出るんだっていうシーンが多分どっかにあるか、僕が作ってしまったか、なんですか、あると思うんですね、はい、でそのシーンにすごく憧れてたんですね、昔から。でその通りに海賊漫画を描いて、イメージがどんどん膨らむもんで、これは連載しようと中学ぐらいの時に思って、はい、で撮っといたネタなんですけど、中学からもう温めて、温めてっていうほどではないですが、はい、まあ、海賊ものを描こうと思ってた。そういった意味ではこう構想何年、知らなかったし、まあ、大げさに言えば、はい、そう取ってもらった方が壮大なんですけど、はい、まあ実際は本当に漫画の描き方を覚え始めたのも17ぐらいだと思うんですよね。へえ。賞をもらって、はい、担当さんが編集者の人についてもらって、初めて漫画ってこうやって描くんだっていうのを知って、そこから勉強を始めたので、実質スタートはそこだから、何も分かってなかった頃の妄想ですよね。妄想か。実際その構想を始めた時からもう、ラストは決まってると、そこまでのもう、はい、決まってます。全ての物語決まってらっしゃるという、はい、うわ、決まってるんだ。それが19年突き通してきてるわけです。決まってるんですけど、僕の最初の構想では、はい、5年あれば完結すると思ってたんですね。はい、はい、その全てのストーリーが、それが終わらずに今続いてるだけなので、それと間延び、壮大な間延びをしてるだけ思いついちゃったら書くしかないんですよ。だって今週楽しませなきゃいけないじゃないですか、読者を。そしたら面白いことを思いついたのに、書かないのは失礼だと、本気出してないみたいじゃないですか。だから予定通り書いていくわけにもいかず、どんどん膨らんでいくんです。その結果が、結婚してるのか、これだと思ってください。言える範囲で本当に結構なんですが、はい、今、はい、何割ぐらいまでいくんでしょうか。うん、気になる。何割ぐらいまで行ったんだ。コミックスで81巻まで出ていますけれども、すごくよく聞かれますけども、はい、7割行っていたい半分は超えたんだ。もうすごく深さ気分で読者、はい、まあ、読者の立場をこうあれするわけじゃないんですけれども、もっと読みたいし、はい、でもやっぱ最終回も気になるし、すごく複雑なんですが、うん、7割まではもういってると思います。81巻段階で、はい、ああ、なるほどね。いってます。いやうん、嬉しいけど、うん、そうだね、ショックな感じなんですね。ちなみに最後の1ページの、はい、最後の1ページどういうシーンにするか、はい、そこってもう決めてらっしゃる、はい、お、攻めたこと聞いてる。面白いですよ。うわー聞かなきゃよかったね、やっぱね、これ
こんな思いになるな。そこに、いやでも19年っていう長い年月です、はい、もうもちろんこう年を重ねていろいろ価値観も変わってくるんじゃないかと思うんですけれども、変わりますね、うん、それが作品にこう影響していったり、影響しても変わらないラストなんですよ。へえ、ラストはもうずっと変わらないんだ。へえ、まあ運よくラストはブレたことはないですね。あ、ヒゲが生えてる、小田先生しっかりしていたんでしょうか。ヒゲが濃いです。そういうことですよね。違うぞ。それから、はい、もう驚異的な売り上げでギネス世界記録も取られました、はい、世界中で愛されているこのワンピースですけれども、うん、ここまで、どうしてここまで愛される漫画になったとご自身では思われますか。わからないですね。これは運が良かったとしか言えないですけども、一番でかかったのは何年前だったか、ストロングワールドっていう映画をやった時、はい、かった。あの時に意味のわからない爆発力が起きたんですよね。なんかいろんな奇跡が重なって、そっからでもそれがないと今そのギネスなんてところに絶対到達してないし、うん、だから、ま、その映画自体も本当に奇跡の連続だから運です。いや小田さん、劇場版の完成度はいかがですか。はい、小田さん、どんな印象を持たれました。最高でしたね。おー、よかった。すごくいい映画ができました。どうでした。よかった。最高でございました。本当に、いや本当だからしょうがないですよね。わ、はい、うん、かった。でも最高って言葉が出てくるのはもう、はい、やはり最もいい、これまでで最もいいという、最もいいという声も多く、だからそれはまあ好みの問題もあるでしょうけど、そこを目指してますから当然、最もいいと言えると思います。映画は、奇跡の連続なんですよ本当に。ついこの前完成して見ましたけど、僕その消防士社見るまでは裁判所に行くような気持ちで臨んだの、それぐらいやっぱりたくさんの人の手が入っているし、その人たちがどういう仕事をしてくれるかっていうのは予測がつかないので、信じて待つしかないという、そこは本当に怖いです。で、それを奇跡的にクリアしてるだけであって、僕はいつ失敗するんだろうって本当怖いんですよ。下駄派なんですね、私。だから本当に次も二度とやりたくないし、本当は。こんな思いしたくないんで。でも今回は良かったなってまた思いました。まあ、レイズマックス田中さん、本当に印象的なキャラクターですけれども、はい、レイズマックスなんてもなんかなんならもっとこうかっこいい、キャラでもおかしくないのになと思うんですけれども、かっこいいキャラをみんなスタッフ想定してたと思うので、はい、崩してやりました。はあ、ああいうまあ僕なりのかっこよさなんだけど、本当はね、はい、初見で見てほしかったんです。結構ねファンはあれを設定がなんかを結構いろんな本で見てると思うんですよね。だから短足っていうのバレて、あっ言っちゃった先生、はい、ここで言ってもしょうがないですね。そっか、まあでも、うん、楽しみにしていただきたいですね。今回特に、はい、注目してもらいたいし、田中さん言わなかった、どうもちょっと榎並さん頑張ってよ。シーンシーンってなるともう本当にノリのいい全てですけれどもですね、もうジェットコースターに乗った気持ちで映画館ではただぼーっと座っていただいて流されてほしいと思いますね。それで気持ちいい映画ができました。行き詰まってしまった時とかに、うん、気分転換、行き詰まってしまうことはそもそもありますか。ありますね。例えばネーミングに行き詰まるとか、それで1日半ぐらい無駄にすることもあるんですよ。納得いく名前がつかないっていうだけで、そういうこともあるし、大変なんですね。ただ単純に次やることが思いつかないっていう普通の行き詰まりもありますし、まあ行き詰まってばっかりでしょう。そんなサラサラ書けませんね。そういう時の気分転換って、気分転換はできないようになるべくスタッフを早めに入れてですね、アシスタントさん待ってもらってるんですよね、はい、
逃げないように。ああ、うわ、ストイックだな。追い込みますね。追い込まないとどうせ締め切りが決まっているのでやるしかない。あの中でも本当にこう細かい先生のあの、あ、小田さんのあの遊び、うん、ここでこのキャラクターを入れているとか、うん、そういうのを全部を見つけていくじゃないですか。そうですね、あれはすごいと思いますね。で実際でも全部見つかってるんですか、それとも隠しているまだ見つかってないもの。あ、見つけてほしいのに見つけてくれないっていうのありましたよね。あ、時々ありますよ。ありますか。何だったんだ、どのシーンって。虫のシーンだったな。いや、読み返せば分かると思うんですけど、ちょっと今は何かこうその時系列だとか、うん、そういったものを表とかにされたりするんですか。ノートに、ノートですね。僕はあの落書きノートで構想しますんで。何冊ぐらいですか。いや、数え切れないですね。大体3週で1冊分ぐらいどんどん潰れていくかな。あ、それがもう19年。そうです。すごい量なんですね。そうですね、やっぱシリーズ始めとかはもう 2,3 冊一気に使うこともあるし。最後になんですよ、あの小田さんにとってワンピースとは何でしょうか。はい、子供の頃の僕が納得するためのお話、話を作るんだったらちゃんとみんなが納得する、最後に納得する話を書こうと思ってやっているのが今ワンピースなので、ちゃんと仕上げたいなと思ってます。スペシャルナビゲーターとして浜田岳さんが、はい、あのやられてるんですけども、はい、ぜひあの浜田さんにもメッセージを頂戴したいんですけれども。あ、素敵な演技をありがとうございました。田中さんっていう、まあ、どういう、まず生物として何なんだろうっていうようなキャラクターですから、はい、まあ、どういう声なんだろうと思ってたんですけど、あ、こういう声なのかってすごく納得しました。うわ、ありがとうございました。とんでもない、こちらこそ。